はい、おはようございます。視聴者の皆様。何なんですかその声。だからお前たちしてなかったから気持ちわかるんでしょ。それが面白いなと思って聞いてたのをふてくされてるって言われてるから、それはちゃうやろ。言い出したらキリだからさ。え、何ですかその。それは面白い。はい、おはようございます。視聴者の皆様。はい、視聴者の皆様。本日土曜日の朝10時10分。今からどこに行きますか。今から実習生のボスのところに私は連れて行かれますと。なんとうちのグループの組合だね。営利目的ではなく、あくまでも実習生事業を営んでて、5年間実習生で働いた子とか、ベトナムとかフィリピンとかいろんなおる実習経験がある人を連れてきるのが特定技能っていうんですけど、の会社がまあ港にあるんですけど、に誰が入るんですか。私のお姉さんも知らない間に引き連れてたらしい。引き連れてたってね、コメントでも言われてたんだけどさ、美桜たち家族がなんか社長に頼りすぎみたいな。頼りすぎ。だから帰ってきたら帰ってたね。美桜がさ、木山のとこでバイトしてるのもさ、社長のコネで入ったと思ったの。でもさ、関係ねえよ別に。なんなら俺がよそ者だからね。そうやって映る人もおるんだ。そう知らないじゃん、パパと木山さんの環境じゃ知らないから、そんなことないですよと思っとったら、まさかの会社系列のところに入り始めたから。そうそう、知らないですよね。なんか面接という。いや面接だよ、今日面接だけ思ったんだけど、週3とか言うじゃん、ボスのところで働く。だけど自分もお母さんとの方があるわけじゃん。お母さんと一緒に仕事してもらう。日曜日が絶対そう。あとは仕事の方が子供と遊ぶ時間ありますかって思うんだけど。ああなるほどね。何かを得るために何か犠牲にしやな。いやでもそんな子供犠牲にしてまでお金に困っとるんだったらいいけど、そこまで困ってないじゃないですか。お前何今のか、今いい顔したわお前。俺がいいなと一つは思うのは、カチッとしてる会社よりもこういう仕事っていうかさ、まあ、YouTube なんかまさにそうじゃん。子供連れてもできるし、別にあそこの仕事も本当そうなわけよ。やることってそうじゃん、まあ、営業業務があって、でそこにじゃあ紹介したらそこのフォローじゃん、と、まあ、書類っていうのがすごい大きいらしいけど、結構それボスしか見たことないから、そこの会社で働きがボスぐらいやっとったら無理だろうってしか思えないから思ってるのかもしれない。全然やるのはね、いいんですけど、絶対だから自分に集中できんじゃない。ちょっと YouTube と似てる仕事は、まあ、確かに集中しなきゃいけないじゃん。だって YouTube もそうじゃん、お前もうちょっと集中しろってこれも言うじゃん。だけどそれは子供ったら難しいじゃん。子供見なきゃいけない、こっちも見なきゃいけないってなったら、それを今から打ち合わせするんじゃない。やっぱり何これ、何ディベートしてるのこれ、言い合いしてるの、なんかふっかけてくるねこれ。ちょいちょい先あるから、なんか言ったらふっかけてきて、安井さん言葉足らずだっていう。そうそう、言葉足らずでうちらが分からず聞くと、なんで分からんのぐらいな感じで来るから。それすっげえわけ、すいませんしか言わない。そう言い出したらキリないからさ、それもでも必要なんじゃないの。だって言い方を覚えた方がいいんじゃないの。お姉ちゃん名前なしんか。何でもいいんじゃない。何でもいいんじゃない。出たくない理由ってさ、そのさ、地元の子たちが見とるとかさ、誰々が見とるからとかさ、そういうのがあるから顔は出したくないわけやん。だけどさ、正直美桜が出とって、美桜のお姉ちゃんって言ったらもう分かるわけやん。知り合いは分かるよ。別に名前からいいでしょ。じゃあ叩かれるのが嫌なんじゃないの。名前出てなくても叩かれる時は叩かれるから、名前出とってもよく。顔が、いや名前はな。女子ってさ結構顔重視するじゃん。男って別に顔文句言われてもあんまりへこまんじゃん。ブサイクとかさ、ハゲって言われてもあんまりへこまんよ。それよりもなんか「お前のその決断男としてダサい」って書かれる方がへこむ。わかる。なんか多分女子と男子違うの。美桜別にそんなのやっても「あそう」って流せるところが流せなかったり、そうそうそう。逆に女の方があれだろ、顔とかルックスに関してなんか言われると結構キーってなるよね。あそうだよね。だから女の人って顔出ししたがらんのかなとか思うんだけど、俺は。あと恥ずかしいのもある。そうそう、うん。だって世の中に出るんだからね。何なんですかその声。ふてとる。話してる女に何なんすかって言われてる男。本当になんかふてとるような顔されたからさ、なんか妙が悪いこと言ったみたいな感じになってるよ。今聞いてたのは、もともと顔出してなかったでしょって。だから出したくない。だから出してなかった方の一番分かるでしょって。だから分かるから言ってんじゃん。分かるから言ってんじゃないの。え、何言ってんですか。いや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 マジ意味がわからなかったです。私今顔出してるからこんだけ言って気持ち代弁して、いやいやあんたも一緒やったやん初めって僕は思いながら聞いてたんですよ。だから言えるんですよ。ああ、だから言えるんじゃないの。ミオが今言ったことはミクが出してないからダメだっていう会話したわけじゃないじゃん。ミクが顔出してない理由じゃん。ミク顔出してない、ダメだよね、なんで出さないの、顔出さないやつってっていう話だったら、お前も最初は嫌だったじゃんっていう話が成立すると思うんだけど、なんで出さないんだろうねって、だからこういう理由じゃないっていう話だから、自分が出してなかったから分かるって、それでいいんじゃないのって。あ、そうなんだけど、僕が思ってるのは、うん、それを今堂々と自信満々言ってるのが面白いなって思って聞いてたんですよ。だってだから経験してるから言えるんですよ。どういうとこが面白い。いや、それがです。経験してるから言えるのが面白いんですよ。え、何言ってんすか。それが面白いなと思って聞いてたのをふてくされてるって言われてるから、それはちゃうやろ。面白いとか可愛いじゃなかったよ、マジ睨んできてたから、なんか本当にガン飛ばしてるから、もともと目細い。そう思われるってことは学んだからな。いや、睨んでる人はそう、相手がそう思うから睨んでるっていうか、笑ってはないですよ。めちゃめちゃ面白かったですよ今。自分も出してないのにお姉ちゃんのこと出してないから気持ちよから、いやだからお前出してなかったから気持ちわかるでしょみたいな感じを僕ずっと聞いてたんですよ。そうだよ。なるほど、納得なって言って聞いてるだけだ。それをちょっとなるほどなーってな。じゃあお前はそれを責めてないよってことね。お前あれやんけって。それも言い方も悪いな。俺もそうやって聞こえたもん。お前最初出して買わなかったやんけっていうその言い方って否定された感じに思ってるの。しかもあの顔だったし、お前最初出してなかったやん、そうそうなのに何今やらせたんだそうやって言ったよね。言ったよね、知ってるよお前。ちょこれ一本にしようかも。お前ならないですよ。いや、なるでしょ。この顔見てふてくされてる、ふてくされてるっていうか、なんかすねたような感じのそうしてるんだよね。拒絶だよね。あ、そうかって、そういうふうに受け取ったんだっていうクエスチョンに変わっていかないと。すごい聞いてたと思うんですよ、さっきの。ああ、なるほどなって聞いてたんです、本当に聞いてるんですよ。みおちゃんは顔もともと出してなかったから分かってるから、お姉ちゃんの気持ちも分かるんだな。お前今話すり替えようとしてない？ちょっとすり替え、お前が無事だよ、お前がもう顔出してなかっただろうって攻めの言い方だったから、ちょっと否定的な言い方が聞こえたよね。お前何偉そうに言っちゃってんのみたいな否定的な言い方してたじゃないですか。ごめんなさい。だからこういう笑い話なんですけど、初めほんまにみおちゃん謝らなかったんですよ。今も謝ってないじゃん。いや、今も謝ってない。結構まだ最初会話がないから、まず今まで関わってないから、安井さんとも。そうそうそう。だって本当にお前ってね、よくわかんないもん。でもお前って素直だし、嘘ついたりとかそういうのが全くないから真面目だけど、でもおかしいもん行動が。とかなんか。なんかたまにこうやって一緒に行くぐらいだったじゃん前は。その時に来たらマジ意味わかんないことしか言わないし、マジ意味わかんないことしない。何を喋っとんのこの人ぐらいしかないじゃん。イラつくじゃんこいつって一緒に俺と。何言ってるんですかみたいな感じで言って、そっから会話ないんですよ。何言ってるんですかってみを聞いても言い返してこなかったの。あ、すいませんで終わりだからそれじゃみをないよじゃん。いや、この言い方わからんのかと思って。それがイラついたんだ。何喋っとんだろうなと思って。こうして最近だってちゃんと喋ってくれるようになったから、覚悟しないとダメだなっていろいろと。いや、今は話せないです。これを察してほしいよ。引き継がな感じで覚悟してるんですよ。みおちゃん行ってる間にみおちゃんから教えてもらわなあかんなというのを覚悟したんで、積極的にそれを察してほしいですが、ちょっと難しいです。いや、動画のあっては察しないとダメだ。いや、そんなの抜けるってこと動画になっちゃいますよ。それを察してほしい。私と社長が喋っとっても、どういうことって察せれないことあるのに、そこを安井さんが100点満点で察するのは無理ですよって感じしたばかりの。いや、今なんで言われたから。何お前完全に押されとるやん。お前たちはね、いやいや負けてるからなお前完全に。今のは難しくない？だって察してほしいよ。俺も全然わかんない。そこで社長も察しができてたら、あ、ここのあうんの呼吸が取れてるんだなみたいな。社長も無理だったら無理ですよ。さこうまあ、はい、翔くんと幸せになってください。どういう意味がわかんだって。そう関係ないじゃん。それただ逃げじゃん。いや逃げじゃない。拒否じゃん。まあ本当にまっすぐすぎる男みたいな感じだよな。コミュ力はもう絶対できないよねこいつは。だけど本当にまっすぐでエネルギーはあるよね。まあ本当に SNS 向きは向きだよね。頭は壊れてるよねちょっと。一番だってこの3人の中でお前の方がまともな人間だよね。そうです。人としては標準だよね。はい、じゃあ皆さんチャンネル登録いいね、あとはがきのシャツどしどしまたそちらの方も動画上がってますので、本当にね効果ありますんで、ぜひまたご購入検証お願いします。せーの、また見てね。もしかしたらこれ続きで面接もつながってるかもしれません。よろしくお願いします。